さあ試合がスタートしました。 56.3kg 契約で3分3ラウンドで行われる一戦です。白いトランクスが友野城、それから黒いトランクスが古山和樹となります。さて、名高さん、はい、第1試合なんですけども、はい、この試合はどんなところに注目してますか？そうですね、やっぱりこう大会の第1部の第1試合目ということで、こうなんだろう、スリリングな熱い試合をちょっと期待してますね。はい、はい、まあ、やっぱりボムといえばね、このムエタイ、はい、タイの行われているこの、はい、競技をですね、まあ、日本でこの伝えていこうという大会でございますので、はい、通常のキックボクシングとは違う部分というのがたくさんありますよね。そうですね、はい、まあ、特に初めて見るお客さんもいるかもしれませんが、この音楽が鳴ってるっていうのも一つ大きな特徴ですよね。はい、そうですね、やっぱ普通普段のキックボクシングの試合はこうずっと無音でやってるんですけど、はい、やっぱムエタイはこういう、なんだろう、音楽が流れてたり、こう独特な雰囲気があると思うので、ちょっとそこ含めて楽しめてもらえたらなと思います。はいはい、まあ、それからね、パンチ、キック、それからまあ組んで、膝だったり、そうですね、いろんな攻撃有効になっています。あと肘があるのも大きな特徴ですよね。はい、はい、そうですね、肘打ちはもう本当に一発でこう倒れちゃったり、こう相手の目尻とかこう額を切ったりする本当危ない技なんで、はい、やっぱそこもムエタイの魅力かなっていうふうに思います。はい、まあ、採点の基準なんかも当然違いますが、このあたりはまた後ほど聞いていきたいと思います。そうですね、はい、ですから通常の、ね、キックボクシングを見ている方には、はい、ちょっとこう、ね、驚く場面ももしかしたらあるかもしれません。そうですね、はい、そうですね。さあ、友野城ローキックを出します。この白いトランクスの友野城はですね、神野城の お兄さんになるわけですよね。はい、そうですね、はい、今日この後登場することになっています。はい、そうですね、お兄ちゃんですか？はい、そうですね。残り時間が1分を切ります。さあ、友野城が出てまいりました。肘、この肘ですね。そうですね、タイミングうまくタイミングで入ればもう一撃で終わるので、はい、そうですね、時之城選手がこう前に出てプレッシャーをかけてるっていう感じですね、今。はい、白いトランクスが時之城です。で、古山選手はこう相手が前に出てくるタイミングでこうパンチを狙っていると思います。はい、はい、あとお互いローキックも今牽制で出しているので、これも後半になって、うん、右返しました、はい、古山。そして組です。今肘狙ってますね。はい、はい、時之城がかなりこの肘を出してきます。はい、そうです。こう縦に打つ肘ですよね。そうですね、縦肘はガードの間から入ってくるので、はい、そうそう、見えづらいですね。はい、ここでゴングです。第1ラウンドが終了しました。試合は3分3ラウンドで行われます。通常のこのムエタイというのは5ラウンドで行われるんですけども、はい、3ラウンドで行われるというのはやる側にとってはどうでしょうか？はい、そうですね、やっぱり5ラウンドだと1ラウンドは様子見て、2ラウンドから徐々にこうペース上げてってっていうのができるんですけど、3ラウンドの試合だと1ラウンドからちょっとエンジンかけていかないとポイント取るの難しいと思うので、ちょっとそこの配分が変わってくるかなって思います。やっぱりその配分というと、はい、どういうペースでやっていくか。そうですね、早く仕掛けないとっていうところがあるわけですね。そうです、1ラウンド目にこうポイントとか取られちゃうと、あと1、2、3とか取りもう全部取らないとやっぱ勝つの難しいんで、はい、そういうところはやっぱ考えていかないとなっていう思ってます。さあ、マイヤさん、マイヤさん初めて、ね、はい、このリングサイドでご覧になりますけども、はい、最初のラウンドをご覧になってどうですか、この雰囲気っていうのは。そうですね、時之城選手がパンチを出す前に結構笑顔だったので、こう試合を楽しんでる感が素敵だなと思いました。はい、さあ第2ラウンドが始まりました。やっぱりね、選手の表情なんかも女性気になるところあると思います。組を混ぜてきます、古山です。あ、時之城選手は、はい、相手の組側に相手の顔を押して、肘、縦肘だったり横肘を狙っているので、はい、それはちょっと危ないですね。あ、これも切りに行ってるということなんですか？そうですね、こう自分で顔をして肘打ちの距離を作ってから、はい、しっかり打ってるので、はいはい、そうですね、すごい狙ってると思います。あ、なるほど、はい、白いトランクスの時之城がどうやら肘を狙ってるようです。組んだ状態、ちょっと組の展開が多くなりました。そうですね、これでも
ムエタにおいて組っていうのも一つのテクニックですよね、名崎さん。そうですね、やっぱり相手の攻撃をかわして自分がこう守るときにもクリンチできるし、自分が攻めるときにもこう首相撲できるんで、はい、やっぱりいろんな組の攻防でもこういろんなテクニックがあるので、今はこう時之丞選手は自分からこう前に出て組んで、はい、肘だったり膝を狙っているので、はい、そうです、そこが今そこで多分今勝負をかけているところだと思います。はい、これでもあの組の練習っていうのは、はい、やっぱりスパーリングでしかできないもんですか。そうです、あと首相撲だけの練習をジムでいつも30分とか40分ぐらいやってるんで、はい、そこで練習するっていう感じですかね。はい、つまりあの人間が相手じゃないとなかなかできないっていうことですか。そうです、自分だけだとどうしてもこう組むタイミングだったりとか、はい、防ぎ方だったりはちょっと一人だと難しいと思うので、やっぱ対人で覚えていくのかなっていうふうに思います。はい、あと序盤から出してるローキックがちょっと有効ですね。あ、時の城ですか。そうですね、はい、ローキックというのは、まあ、これ足を蹴る技なんですけども、はい、ムエタイではどれぐらい評価されるものなんでしょうか。そうですね、やっぱりムエタイは腰より上のキックがどうしても評価されがちなんですけど、はい、でもローキックで効いてこうちょっと足が流れたりとかバランスが崩れたりするとポイントにやっぱなりますね、ムエタイも。はい、なるほど、まあ、通常ねムエタイはミドルキックをね、かなりポイントで取るというようなことがありますけど、はい、ああパンチ今ちょっとフック、そうですね、効きましたかね。いいタイミングで当たりました。はい、の展開です。まあ、白いトランクスを履いているのが時之丞です。黒いトランクスが古山です。まあ、単純に前谷さん、はい、こう2人の履いている、ね、トランクスの色が、ね、明確に違うからこれはもう分かりやすいですよね。そうですね、すごい初心者の私にも見やすいです。たまに同じ色履いてくる人いますからね。あ、そうなんですね。そうすると見分けちょっと難しいです。見分けがね、もう我々でもなかなか大変なんですよ。確かに。これでも名高さん、やっぱり相手が何入ってくるかっていうのは分かんないわけですよね。はい、そうですね、はい、やっぱトランクスの色とか被っちゃうと、はい、あ、ちょっと今日被っちゃったとかちょっと思います。あ、やっぱりそうですよね。はい、さあ第2ラウンドが終了いたしました。繰り返しますが、白いトランクスを履いているのが時之丞です。黒いトランクスが古山です。さあリプレイでご覧いただいてます。これローキック出した場面ですね。上の攻撃からしっかり下までつないでるので、はい、そこはやっぱりすごいポイントかなっていうふうに思います。はい、これまでどうですか、時之丞の試合っていうのはご覧になったことあるんですか。いや、自分初めて見ました。あ、そうですか。はい、すごい近距離でもこう肘打ち狙ったり膝もすごい上手だし、あとこうジャブついてしっかりローまでつないだりとかもできて、はい、バランスがすごいいい選手だなって思います。はい、さっきもご紹介しましたが、この後登場する神之丞とは兄弟になります。こっちがお兄さんになるわけですか。そうですね、はい、時之丞がね、はい、はい、さあファイナルラウンドです。これが最後のラウンドになります。そうです、古山選手はちょっとこう 1-2 でちょっとポイントを取られている感じがちょっとするので、はい、3ラウンド前に出て勝負していくと思いますね。はい、逆にもう勝負しないといけないわけですよね。そうですね、はい、あとムエタイはこう今みたいに相手の蹴りとかを掴んで攻撃するのも認められているので、はい、そこもちょっと注目してほしいなって思います。はい、はい、ちょっと組が多くなってきました。そうですね、で今の崩しとか、はい、そうですね、はい、まあ、こうやって相手を、ね、倒すのを、はい、まあ、崩しという言い方をします。はい、うん、そうですね、ローキックいいですね。はい、はい、パンチとそれからキックを、ね、うまく混ぜてます。そうですね、はい、前蹴りを出しました時之丞。おい、あ、聞いたか、聞いたか、古山ちょっとこれは聞いたか。いや、マイヤさん、かなり黒いトランクスの古山苦しそうですよね。そうですね、はい、でも3試合目始まる瞬間目つきがガラッと変わったので、気合がさらに増したんだなって思いました。伝わってますね、はい、マイヤさんにもその気合が伝わってるようです。これでももしかしたら KO があるかもしれません。
ここはでも七日さん攻めたいですよね、はい、時の城はね。もうそうですね、はい、時の城選手はここを詰めればもっとチャンス広がると思います、はい、残り時間が少なくなってきました。おー、ハイキック来ましたね。日田が倒れません。あと1分あります。打たれ強いですね。はい、はい、古山選手。いや普通倒れますよ ね。そうですね、今のハイキック、いいタイミングだったんで、しかも打ち返してきます。そうですね、はい、古山ワンツー出します。いや、タフです。あーっと、いや見事でした。マヤさん、今のハイキックご覧になっていかがでした？今、絶対ポキって言いましたよね音すごい聞こえましたもん、私。はい、やっぱローキックを序盤にこう出してたから、ハイキックもやっぱ下に意識がいってるので当たりやすくなるんだと思います。そうですよね、はい、作戦なんですね。そうですね、はい、残り時間が30秒を切っています。あ、もう時間がありません。これもう時の城としては流しても大丈夫なわけですよね。そうです、ポイント的にはやっぱり時の城選手がリードしてると思うので、はい、でもまあ打ちに行ってますね。そうです、攻めに行く姿勢ですね、はい、はい、崩しに行きます。ここでゴング、試合終了。勝負は判定です。さて、マイヤさん、はい、こうやって決着つかない場合は判定ということになりまして、ジャッジがですね、はい、まあ、どちらが優勢かというのをポイントで、判断いたします。なるほど、はい、緊張ですね。試合も緊張して、この時間も緊張するって気が抜けないですね、はい、そうですね、はい、やっぱり試合しててやっぱ判定になると、まあ、勝ったかな負けたかなみたいな感じでやっぱ緊張しますね。あ、ういう、まあ、だから一番いいのはやっぱ倒してしまうのが一番いいわけですよね。そうです、やっぱ一番分かりやすいし、はい、これはすぐ出るんですか、結果は？そうです、今あのジャッジのペーパーを集計してもうすぐ今発表されますね、はい、もう試合中からあの皆さん、ジャッジの皆さんは点数はつけてますから。これ何人ぐらいの方が？3人のジャッジが1ラウンドごとにつけてる感じです、はい、さあ、それでは聞いてみましょう。30対28、赤時の城。ジャッジシーン、30対28、赤時の城。ジャッジ岡林、30対28、赤時の城以上3対0の結果。反対は3対0、時の城の勝ちです。ジャッジは3名とも30対28をつけました。時の城を支持しています。いや、見事でした。まあ、野高さん、はい、やっぱり安定してましたね。そうですね、上散らしてしっかり上下散らして、首相撲でもしっかり崩したり、肘打ちをあのポイントでしっかり当てていたので、そうですね、安定の勝利だったと思います、はいはい。もう少しですから次は上の方で試合が組まれることになるのではないでしょうか。非常にあのいい動きを見せてくれました。そうですね、はい、時の城第1試合判定勝利、3対0で栗山和樹を下しております。